まずはじめに今回のコラボレート企画のご説明をさせていただきます。ハグマグはおしゃれなママが本当に見たい、参考にしたいと思う親子ファッション、ライフスタイルを提案するメディアです。今時親子はペアファッションを楽しむのが当たり前、そんな彼女たちのリアルトレンドが知れる親子ファッションスナップはハグマグの雑誌ウェブで人気掲載中です。またお部屋デコレーションや手軽に可愛くできるお料理レシピなど親子を楽しむライフスタイル情報も提案しています。アメーバマイスターは限られた女性だけが入会できる新しい会員組織です。モデル志望の方には芸能事務所や雑誌のモデルオーディションの紹介、レシピ発信を毎日頑張るママの方には書籍化支援、専門知識を生かした企業と一緒に商品開発、メイク術を生かしたセミナーの開催など、アメーバマイスターからあらゆる領域のプロフェッショナルを生み出すためにご登録いただいた方へは様々な支援をさせていただきます。そんな今時ママたちを応援するハグマグとアメーバマイスターが特にセンスのあるママをオーディションで厳選し集めているのがかわいいママ子100人ブログプロジェクトです。選考方法ですが、まずウェブからエントリーしていただき、書類選考通過者には親子スナップ形式のオーディションにご参加いただきます。そこで選ばれたママにはアメーバブログからファッションやインテリア、フードなど自分の趣味や得意ジャンルを中心とする日常のかわいいライフスタイルを発信していただきます。さらにかわいい親子100人ブロガーに認定されたママにはハグマグの雑誌をはじめさまざまなスペシャル企画に読者モデルとして参加していただく予定となっております。また本イベントはアメーバスタジオにて生中継をされています。これから素敵なゲストやかわいい親子100人ブロガーのママたちにお越しいただき、素敵なファッションコーディネートを披露していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず素敵なゲストにご登場いただきたいと思います。本日のゲスト、トヨタエリーさんです。どうぞお願いします。よろしくお願いしますこれから可愛い親子100人ブロガーにご登場いただきまして、親子ペアを披露していただくんですけれども、はい、今回のテーマがですね、母の日、もうすぐね、母の日、そうですね、そうなんですよ。理想の母の日の過ごし方という項目でいただいたご意見の中から、はい、今回は3つのシーンを選びました。そしてなんとですね、このね、可愛い親子100人ブロガーが本当におしゃれなのか、はい俺がチェックしてやると、この方がファッションチェックをしに来てくださいました。はい、はい、ドンさんです、はい、さあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。テーマがですね、はい、家族みんなで楽しく旅行。おー、いいじゃない、ね、はい、うん、いいというテーマでファッションを決めていただきました、はい、板垣さん親子、笹口さん親子にご登場いただきました。どうぞどうぞ。おしゃれねえ、かわいい板垣さん、はい、そして笹口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてご登場いただきます、はい、お二人はですね、近場のレストランで家族でプチ贅沢なディナー、うん、あ、ディナーだ、ディナーですよ。いい、はい、ご登場いただきますのは岡田さん、目黒さん親子です。どうぞどうぞどうぞ。はい、あら、かわいい、あら、かわいい、男前だね。岡田さん、はい、そして目黒さんということです、はい、最後のテーマはですね、実家でママのママと一緒にお祝い、うん、はい、というテーマです、ね、ちょっと ね、 ね、上級者ですね、うん、はい、島田さん、一条さん親子です。どうぞ。はい、わー、すぎ、また雰囲気がね、変わりましたね。どうぞ、こちらですね。はい、島田さん、はい、そして一条さん、はい、ドンさん、はい、今日はいかがでしたか。うん、まあ、冒頭に言いましたけど、やっぱりこのママファッションっていう、まあ、どっちかというと一番ほら負担が多い人ですよね、うん、おしゃれに言うとやっぱりこれ日本の女性のファッションバロメーター上がったってことでしょ。そう思います、本当、まあ、すごいことだと思うね、うん、それはやっぱりアメーバがさ、ブログでやるってのはこれ影響を与えるとすごいことになると思うね。見やすいですもんね。そう、素晴らしいことだと思うね、うん、はい、
それではですね、ハグマグとアメーバマイスターのコラボレート企画、ハグマグアメーバマイスター国民的かわいいママ子ブロガーオーディション PR イベント終了とさせていただきたいと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。